デモインはアメリカ海軍の重巡洋艦。デモイン級の一番艦。艦名はアイオワ州デモインにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。デモインは1945年5月28日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社フォアリバーゾー戦所で寄港し、1946年9月27日に E.T. メレディス・ジュニア夫人によって浸水する。 1948年11月16日に A.D. チャンドラー艦長の指揮下収益する。デモインはニューポートを母校として防衛及び外交政策に基づき様々な任務に従事し、1950年以降はカリブ海、東海岸沿い、地中海及び北、大西洋で各種の訓練に参加した。 1949年から1957年まで地中海に展開し、第6任務艦隊の機関任務に従事した。1952年及び1954年から57年まで、毎年の夏に海軍兵が構成を上艦させ訓練巡行を行い、北ヨーロッパの港を訪問した。1952年、53年、55年には、 NATO の北、大西洋における演習に参加している。1958年2月18日、ノーホークを出港し再び地中海に向かう。1961年7月まで、第六艦隊の機関として任務につき、その後予備役として保管される。デモインは、地中海での任務で、第六艦隊の機関として、南ヨーロッパ、北アフリカ及び、 中東諸国に対しアメリカが市州国の国威と同地域に対する関心を示した。NATO の地中海における演習に参加し大きく貢献する。1950年12月にはユーゴスラビアのリエカに、1960年5月にはドゥブロブニクに訪れ、その他にも多くの港を訪問した。1956年のスエズ動乱の際には東、大西洋を巡航し、 1958年のデワノン危機ではアメリカ軍の司令センターとして偵察巡航を行った。1961年の退役後、南ボストン海軍基地別館でモスボール処理され、最終的にフィラデルフィアの海軍不活性艦艇整備施設で2006年まで保管された。ウィスコンシン州ミルウォーキーで博物館船として公開しようとした試みが不調に終わり。 デモインは、テキサス州、ブラウンズビルのエコマリーンサルベージでスクラップ処分のため牽引され9月7日に到着する。廃棄処分は2007年1月中旬まで行われた。ありがとうございます。